エビチューナイスこの番組は遊び、癒し、宿泊の総合リゾート長島温泉長島リゾートの提供でお送りします。朝のチャイムが鳴りました。私たち私立エビチ中学です。はい、出席番号10番号551の豚まんこと必死のパッチ柏木ひなたです。安本エビチューの安本あやかです。あ、間違ったな。あれ MC です。あ、MC です。安本あやかです。出席番号5番安本あやかです。なあなあ、最近どうなん？私はリナなん。出席番号9番リナなんこと松野リナです。どうも、のせりぬです。石田です。お悩みです。お悩みです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、この番組ははい、関西のことを全く知らない関東出身の中学生我らエビ中がリスナーの皆様から関西の驚き情報や最近の関西事情などを教えてもらいながら関東一の関西フリークを目指す番組です。よろしくお願いいたします。お願いします。メール届いております。さいたま市にお住まいのラジオネームチェーンギャングさんですね。エビチューの皆さんこんばんはと。こんばんは。ノンスタイルさんと組んで1年以上が経過しましたねと。おー。そうですね。我々2014年の1月からということなので、もう1年と2ヶ月が経ちましたけれども、はい、そこで勝手ながら、エビチューなんやねん、名場面集作ってみましたと。まあ、一応名場面集でわーっと書いていただいてるんですけれども、はい、皆さんはここが名場面じゃないかということをちょっと予想してください。答えてくださいね。まずは1年が経ちました。まあちょっとだから、リナナとアヤカちゃんはちょっと自分の時に考えて、で、ひなちゃんは全員分見てますから。ちなみに、真山の名場面、どこやと思います？真山から来てるんですよ。あ、遅刻ですね。お、正解。いた、遅刻の時。寝過ごして番組を遅刻、翌週分の放送でひなちゃんの誕生日お祝い中というタイミングの悪いところでの謝罪、こちらが2014年3月25日放送。顔のこわばり方が半端なかったですね。ちょうど1年前ぐらいですね。そうね。寝過ごしたんだっけ、あれ。うん。集合時間に起きた。あ、そっか。そう、それを寝過ごしたってね。あれ、前もこんなやりとりしなかった。うん、確かに。まあ、これが一応、この、我々がこのエブチュー内に入ってからの名場面として、それが一番だということなんですが、はいはい、さあ、続きまして来てるの、安本さん。あ、あやかはね、わかんない。あれじゃないかな。あれじゃない。まあ、自分、本人的にはどれやと思うの？え、怖い話。あ、怖い話ね。うん、私も怖い話です。怖い話、さすがですね。こちらのチェーンギャングさんも、安本さんは夏のスペシャル関西百物語選手権でひどかった怖がらそうと一生懸命に話すも全く使わらず、木本さん曰く全編下手くそなクレヨンしんちゃんというこちら2014年8月26日放送と。クレヨンひどかったよ。でも評判が良すぎてもう一回コールアドスやりましたよね。そうですね。あれがやっぱり一番怖い話、オンエア流れてから周りに何か言われたりした？あ、あのブログのコメントとかで、あやちゃんうまいねって言ってうまいねになったな言ってくれる人が何人かいて、あ、そういう方々は私と同じ感性を持ちそうなのか。うん、多分ね、優しさの塊で。そうやな。そういうのは来たんや。なるほどね。さあ、続きまして、アイアイ。うん、何やと思います？わかんない。何？アイアイの、これね、これは難しいですね。医者さんも考えてください。アイアイの名シーン。自己紹介かな。自己紹介が？自己紹介が素晴らしく長い。うん、ああ、初めてその言った時はね。うん、それではないです。えー、さあ、アイアイ何やと思いますか？ヒント。ヒントはね、なんやねんカルタですね。一緒に。なんやねんカルタか。作りましたね、昨年。うん、作った。愛花が何を作ったか。もう正解は、はい、なんやねんカルタを作ろうのコーナーで、ラ行の回ありましたよね。はい、ラ行の回で、3個も採用された。これが見れば。あ、むずいわ。いた。赤ちゃんいた、一緒に。いた、いました。ちなみに採用されたのが、うん、リズムに乗ってる木田太郎さん。ルーとご飯一体やねん、自由権やねん。で、6枚切りより5枚切りやねんっていう、ね。あ、すごいね。今思ってもすごいですね。はい、こちら2014年9月2日放送と。おー。すごい細かく毎週聞いてくださってるのありがたいことですね。すごいですね。で、ミレちゃん、何やと思いますか？はい、あ、なんか日向とさん前さ、めっちゃくるくる回ってなかった、ここら辺。あ、あったね。
あれなんか、何だったっけ、何だっけ、はしゃいでた、なんか、はしゃいでて、こっちで、なんか、回ってた。あれかな、結構前半やったんちゃう、あれ。あれなんで回ったのあれ。なんか、はしゃいでたで。ちょうどね、ミレイちゃんの名場面は1年前です。3月11日放送分になってます。わかりますか？なんだろう。なんやねん Q&A にて CD は何の略という問題が来たんです。それに対した答えが名場面になってます。なんて答えたか覚えてますか、石田さん。ひなちゃん。あなたたちは絶対に聞いてますからね。はい、チャイナドレスですか。違いますね。もっと発想を飛ばしてください、ね。もっと飛ばしてくれないとこれは答えてできません。マジで。さあ、CD は何て答えたと思う？ほにゃらら、ほにゃらら。さあ、あがちゃん。わかんない。シャルイダンス S や、それやな。まさか、うん、正解は、コミカルデンジャーと答えたって。答えれるか、答えれるか、わかんないってことよ。エビ中のファンの方が覚えてんねんから、あなたたちは覚えとかなダメですよ。記憶力がいいんです。絶対なんかさ、録音してて後で聞いてさ、無理やりこうやって言ってんねや。絶対そうや。絶対そうや。そんな覚えてるわけないもん、そんな。さあ、続いて、小バカホの名場面。うん、何やと思います？はい、じゃあ、たこ焼きボンバー。おお、正解。頭の中がたこ焼きボンバーの新ギャグが誕生した時、2014年6月10日。急やったもん。いきなり、たこ焼きボンバーって。言ったの？叫びが。あれ、すごかった。リッタン。あ、リッタン。リッタンの名場面。何？ローラフサス。おお、すごいね。あれはだってすごかったもん。正解。全力 Q&A にて、まあ、なりきりならあかんでしょ、うん、なりきりの中で、ローラになりきりながら喋るっていうので、うん、全く似てないローラのモノマネを披露した回。まあ、2月17日ですね。もう、すごかった。最近ですよね。ほんま。なんかずっと熱々のなんか口に入れてるみたいなね。うん、飴入れてるみたいな。あと、芦田愛菜ちゃん風味。ありましたね。もし振ってみたら、稽古の時とかに、うん、リッタン、ローラのモノマネうまいやろって振ってみたらやってくれるから。やってもらう。さあ、ひなちゃん。はい。ひなちゃんの名場面。え？何？ある？私？やっぱり。何やと思いますか？やっぱりあれじゃないですか？あれ？あれか。いいですよ、当てていただいて。号泣の件で。ああ、違います。あ、違うか。あ、じゃあもうあれやわ。あれ？号泣などもありましたが、やはり、これじゃないですか。あれですよ。さあ、何ですか、あやかちゃんとか、ひなちゃんの名場面。わかんない。何？もうわかりました。ひなちゃんも自分の子やねんから、ほんとに。だって、そんな私名場面ないよ。俺らが入ってきて、1年経ったでしょ。この1年間では、ノンスタイルさんここですげえ私で楽しんでたな。この時なんかスタジオ盛り上がったな。わかりました。待って、わかんないな。いや、いくつか、でもいくつか盛り上げてるからな。二つある。二、うん、つあるんだよな。何と何？天竜さんと口でポン、うん。さあ、正解がどちらかにございます。正解。正解の答えをそのままやってください。さあ、どちらが名場面に、この形やりにゃくさんには選ばれたでしょうか。うん、答えを、どうぞ。不正解。ねえ、やだ。恥ずかしいね。メインパーソナリティひなちゃんは井上さんにいじめられて号泣事件やアホアホアホのひなたなどいっぱいありましたが、はい、やはり口でポンの特技だと思います、うん、あ、天竜さんじゃないんだ。残念、ポンでした。ちなみにどんなんでしたっけ。これがね、やっぱりすごい、これはね、音がいい音してる、はい、そしてリラナ、はい、リラナンはちょっと来てないんですよね。え、なんで忘れちゃったの。嘘、忘れられたの。リラナンだけど、本当に書いてないんですよ。はい、ほら。見てください。待って。メインパーソナリティのひなちゃんの下にリラナンがないとダメなんですけど。本当だ、なんで？なんでですか？ちょっと待ってたのに、なんか最後に発表されるから、なんかすごいやつなのかなと思ったんですよ。自分的にはどうなん、じゃあリナナは。自分がこの1年間これ来てて。うん、え？何？なんかやらかしたりした？わかんない。リナは何かあったっけ？まあ、お弁当を食べれず悔しい顔っていう。どのくらいですか？ちょっと残念だから、チェーンギャグ忘れちゃったのかな、ちょっと、もしこれ聞いてくださったら、リナナのやつもね、名場面、はい、うん、送ってきてほしいですね、うん。忘れないで。きっとあるはずなんです。か、本当にリナナの名場面がなかった。これは辛い。これ大問題よ。演者として。は、う、い、ん。
名場面を残していかないといけませんからね。頑張ります。おかしいなぁ。これそういう話はするの、メンバー内で。もうノンスタイルさんがこのエビ中9に入って1年経ったね、とかいう話は。ないしない。あの、ほんと何回もね、このラジオでお聞きしますけど、エビ中の皆さん。はい。ほんと我々に愛情ないですよね。愛情？はい。あるよね。あるよ。ありますよ、それ。稽古場で、ノンスタイルの話をしたりはする。この前なんかしてなかった？そうだ、なんかしたっけ。ないよね、愛情。いいよ。ないならないでいいよ。もうビジネスパートナーとして付き合っていくからさ。それはちょっと。それないですよね。ちなみに井上さんは愛情は。いや、俺はだって、あの雑誌とかで載った、あのスピリッツとか乗った時に、はい、そういうツイッターに写真とか上げて、はい、アイビチューが乗ってるわとこれ書いてたりするからね。でもそれはあの全員全部本人たちにはそんなやってませんよ、はい、でも、うん、愛情すごくあります。だからあのドラマもたまにやってたらチラッと見て、あ頑張ってんなとか思いますもん。言わないだけでね、うん、石田さんもだから M ステとか見てやったりするだけど、はいはいはい、だから逆はどうなんだと。逆、うん、あ LINE 追加してない。うん、あ公式 LINE ね、うん、だからそれでなんか稽古場で井上さんの LINE こう追加してこんなん来てんとかいうので盛り上がったりとかは、うん、してないですね。してないです。さあそんなね我々に愛情がないエビ中なんですけれども、メールが来ております。豊中市ラジオネームグレートブラモーラさんです。なんかさちょっと言おう、エビ中が M ステに出場した時に石田さん、はい、ツイッターで応援メッセージつぶやきましたよね、はいはい、でそれがエビ中に届いてなかったとおっしゃってましたよね、はい、実は、はい、エビ中の公式アカウントツイッターあるんですか。あるんですよね、はい、公式エビ中の公式アカウント、石田さんをフォローしていますか。そうなんだ。そうなんだ。してくれないんですよ。そうなんだ。ちなみに、はい、笑ってるよ、すごい。ちなみに、ちなみに、流れ星中英さんもフォローされてます。はいはい。いや、知ってますよ。僕はそれ全部確認済みですよ。結局だから、エビ中スタッフ、はい、エビ中メンバー、はい、俺らに愛情がないんですね。はい。どうしました、犬ちゃん。そんなお二人に、今日はプレゼントを持ってきました。お前回のお話を覚えていますでしょうか、はいはい、誕生日 V 云々の話ね、はい、はいはいはい、持ってきました、作ってきました。 ありがとうございます。 あのですね、うん、木本さんがいるかと思いまして、うん、木本さんの分を作ってきたんですけ ど、 いないので、うん、そうどうしましょう。木本さんのはじゃあまあ後日お渡しするということで、はい、じゃあ待って、何をすげえ甘いニュースんで、じゃあまずはお手紙から。おありがとうございます。すごいね。開けてみてええの、うん、ちょっとごめんなさい、ちょっとすいません、すいません、ちょっとすいません。石田さんの方がちょっと大きくないですか。あの違うの、あの違うの、聞いて、横長で聞いてください、うん、お手紙ともう一つなんかあるんですよ。ああすごい、なんだろう、愛情たっぷり。そうだよ、愛情たっぷりですよ。あこれお手紙を、うん、これは後で読んだらいいんですか。はい、はい、今読まない方がいいんですね。あどっちでもいいです。どっちでもいいじゃないよ。でこれ何、かわいい、押してみてください。これ何？ちょっと俺金メダル取った。これはまあ私ひなちゃんからいただいてますね。はい、石田さんは。私なんか電車ですかね。あの二両編成になって二両編成になってるんで、はい、それ引っ張ってください。これ引っ張ってください。え、あこれを引っ張る。これあ長いですね。すごい。押してねって書いてあるやん。はいはい、はい、これを押すんです。押してください。はいはい、座る側にご注意ください。次はお誕生日駅、お誕生日駅。超嬉しい。待って。おめでとうございます。
すごい。すごいですね、これは。いや、ありがとう。これなんで、ひなちゃん。はい。なんで石田にこの電車にしたん？なんか、電車っぽいかなって。え？うん。電車っぽい？あ、ちゃんとメッセージが書かれてますね。あの、電車にも。ありがたいです。35歳、おめでとう、うん、と。はい、あ、ちゃんとあのお手紙にもいろいろ書いていただいて本当ありがとうございます、はい、すいませんね、うん、なんか大人がなんかねちゃんと要求したみたいなね、ちゃんと真面目にいいお手紙を書いていただいて、はい、これはねあのこう胸にちょっとしまっておきながら、はい、ありがとうございます、うん、であのキモさんにも一応はい、 あとお菓子があらあやえや焼いてきたんですか、あの別々のってあのあこれすごく美味しいんですよ。美味しいよ。そうなの？食べていい？はい。上手なんですよ。ひなちゃんは？はい。いただきます。はい。うん。うまいな。うまいうまい。これ俺のなんすかこれ？スノーボールです。え？スノーボール？うん。おしゃれ。なんだスノーボールって？スノーボールクッキー？うん。サクサクしてる。だからなんなんそれ？甘いやつ。なんなんだから。間になんかピンク色あるけどこれ紅生姜か何か。ピンクも、うん、あピンクの砂糖もあったんですよ。へえ。いただきます。おしゃれ。めちゃくちゃうまいね。うまいな。これ自分でやったん？お母さんに教えてもらいながら作って。うん、すごいな。すごい。めちゃくちゃうまいやん。うまいうまい。よかったです。ありがとう。ありがとう。すごい。ね、すごい。めっちゃうまいやん。やっぱひなちゃんのこのお菓子は美味しいよ。割とメンバー内有名なの。はい。バレンタインの時、うん、みんな、え、これ本当ひなだっ作ったの？美味しくないって、うん。見た目からは想像つかないお料理上手だから。そうね、どちらかと泥団子作ってたやもんな。ひどくない？どっちかというと。泥団子。美味しい美味しいって評判だよね。うん、ね。うまいうまい。うまかったです。すごいやん。うん。これ割と探してくれたの？え？こういう。私はこの金メダルの音が鳴るやつ、石田さんのは電車の電車、ね、初めて見たこれ、うん、私も初めて見た買った時に、うん、なんだこれって思って、これはやばと思って、面白い。え、俺はこの金メダルにしてくれたなんか理由あったの？うん、ブサイクランキング1位の殿堂入りおめでとうって。殿堂入りね、うん、昨年のことを今言わんもんね、もう1年以上経ったのに、うん、俺もなんで電車なんかな、うん、電車のイメージがあったから。俺電車のイメージやったの？あ、そう。どの辺が電車のイメージあったんや？僕は電車乗ってそう、いっぱい。あ、確かに電車、まあまあ、うん、電車っぽい顔してる。電車っぽい顔。何それ？電車っぽい、めっちゃいじってるやん。カクカク、カクカクしてるの。あ、まあ、もう前に出てんねん。前に出てんねん。ずっと出てますね、みたいな。電車の雰囲気、電車が。電車っぽい顔言うたやん。そういう意味じゃなくて、うんうん、なんか電車好きそうな感じの顔をしてるな、みたいな。電車、あ、電車好きそうってことね。そうそうです、そうです。電車みたいな顔だから。あ、はい、それも。ありがとう。あ、誰にも作ってきた？あら。ありがとう。ありがとう。私まだバレンタインで渡してないけど待ってて。まだ。ちなみに木本さんには、うん、その、ね、手作りのクッキーと、この、俺で言う金メダル、石田で言う電車みたいなものはあるの？あります。キモさんは何があるの？ビールです。え、ビール？音なんのそれ？音鳴ります。ちょっとそれ鳴らそう、勝手に鳴らせ、勝手に鳴らせ、鳴らしちゃう。来てないキモさんが悪いな、これは。はい。え、かわいい。すげえやん、これ。え、どこや、おそらく、ね、どこ押すの？立たせて、これを、こうか、立たせて、すごい、それ押すと、あ、音が、あ、いいね、うん、やっぱ基本的にこれは流れるんだよな。誰や。これめっちゃええやん。面白いです、ね、これエビチューバージョン作りや。あ、いいね、すごい、うん、いいね、うわ、エビチューの声で、いい、ね、これ確かに聞いてなさそうだけど、うん、聞いてる話。ほんま、エビ中のスタッフ、ほんま俺らの話聞かへんよね。聞いてへんねん。
面白い。まあまあでもね、せっかく誕生日祝っていただけて、ありがとうございます。ありがたいことですね。はい。じゃあこのままちょっとメール紹介しちゃいましょう。今回はコーナーをなしで、ちょっとね、ぶち抜きでメールを紹介していこうということで、岡山県にお住まいの、ラジオネーム、穴あき靴下さんですね。私立恵比寿中学飛び出せ全10ホールツアー2015ワックワクハルバルーン55の和歌山市民会館にて行われる公演に当選しました、うん、おめでとうございます。昨年の11月に神戸で行われた大学芸会では関西のエビチューファミリーにいつものエビチューを見てもらいたいということで通常通りの自己紹介でしたが、うん、今回のツアーでは関西バージョンの自己紹介ぜひぜひお願いします、うん、もちろん台本やカンペは見ずにお願いします。それでツアーを楽しみにしていますと。おー、出していただかないとね、せっかくですから。そうですね。これ公演に当選するってさ、どれぐらいの確率なの？どんなの？どうなの？その当選するのがやっぱりなかなか大変なの、うん。でも今回は何だろう、その「M ステ」に出させていただいて、それがすごい反響が来てて、エビ中の LINE の公式アカウントとかブログの読者数がすごい増えてるんですよ。なのでなんかそのライブには来たことないけど行ってみたいなっていう方もなんか応募してくれてるらしくて、今回はすごいなんか落選してしまったという方がすごいたくさん。やっぱすごいやな、効果すごかったですね。それさ、 M ステとか出るやん、うん、学校でさ、うん、周りの友達とかからやっぱ見たよみたいな言われんの？言われますね。どんな気持ちなん？俺らは、うん、そのもう学校卒業してからこの芸能界の世界に入ってるけどさ、うんうんうん、学校いきなり芸能界に行くってさ、うん、どんな感じなん？周りの友達に、うん、見てよひなかっこよかったやんとか言われるわけの？でも応援してくれるのはすごい嬉しいな。嬉しいね。ちょっと恥ずかしいけど、でもやっぱ嬉しくて、ちょっと、おおみたいな。その、俺がもし同級生やった場合ね、うん、高校生。俺らの時もおったやん、それなんか芸能、ちょっと感じてるみたいな。一回も見たことないけどな。やってたらしい、みたいな。やってるらしい、みたいな。休み時間とか一緒になったらさ、やっぱ聞きたなるやん。タモリさんどんな感じやったとか、じゃあジャニーズの何々さんかっこよかったとか。そんなわーって言ってくる感じじゃないの？でもどうだろう。テレビ見た後に、なんつったの？テレビ？テレビ、うん、お友達が見てくれた後に、うん、よくダメ出し来てくれ。ダメ出し？何それ？なんかあーちゃんここもうちょっとこうしたらよかったよとか、あガニ股出ちゃったねとか言われんねや。仲いいからこそ普段のああいう感じ出したらいいよ、もっと喋ればいいのに。偉そうやな友達。面白い、何その友達。すごいくれたりとか、みんなでアドバイスしてくれる。そうなんだ、なるほどな、優しいね、すごいね、それはありがたいな、うん、じゃあもうそのスタッフさんもファンの方もそうやけど、学校の友達も支えられて頑張れてんねや、うん、はい、なるほどね。では曲いきましょうか。はい、それではここで曲を聴いてもらいましょう。私立恵比寿中学で買い物しようと町田へ。エビ中なんやねん。番組では皆さんからのお便りを募集しています。メールアドレスはエビアットマーク mbs1179.com です。サークル系サンクスからのお知らせです。こだわり製法でチキンの旨味を引き出した炙り焼きチキン弁当がサークル系とサンクスの関西の店舗で発売中です。厳選したもも肉を低温でじっくり焼くことで柔らかくジューシーな食感を実現。さらに炙り焼きにすることで香ばしい味わいに仕上げました。私も大好きなサークル系サンクスのこだわりのお弁当、炙り焼きチキン弁当、価格は税込み498円。まだ食べたことがないという方もぜひ食べてみてください。サークル系とサンクスの関西の店舗で限定発売中です。エビ中なんやねんカルタのは、わあ関西弁難しいな。さあもうエンディングです。今週のエンディング曲は私立恵比寿中学の私立恵比寿中学の日常早弁ラップです。さあ告知。はい、今週3月12日木曜日から3月15日日曜日にエビチューの初舞台シアターシュリンプ第1回公演エクストラショットノンホイップキャラメルクビングマキアートが始まります。
来てくれるから。ちょっともう大内大内かな、カタカナの量。そうですね、はい、多いですよね。はい、来てくれる方楽しみにしててください。そして彩香からも告知があります。何、彩香ちゃん、なんだって。シベリア少女鉄道ボリューム25この流れバスターという舞台に出演します、うんうん、詳しくはホームページを見てください。お芝居やるんですね、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ひなちゃん、我々にはクッキーとね、石田さんにはそのスノーボール、はい、で木本さんはまた違うのを作ってくれたんやって。はい、木本さんに何作ったの。チョコマフィンを。マフィン、はい、結構時間かかったんでしょ。かかりました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、そのマフィンはじゃあ後で私がいただきます。あ、はい。はい、さあ別れの時間となりました。ここまでのお相手は柏木ひなたと安本彩香と松野里奈とコンセルがお送りしました、うん、また来週、バイバーイ。